あ、じゃあ始めますよ、いいですか。はい、じゃあ高野豆腐戻しました。これ熱湯とお湯と入れて戻しまして、で切ってます水分は。これも水分切ってます。それで、その中にですね、これめんつゆをね、まあこれ 50cc 同量のめんつゆでつけるんですよ。ニーズに応じて、これ今 50cc のめんつゆ入れましたから、そこへお水を50cc 入れたらちょうど倍に伸ばしたことになります。はい、それでその中へ高野豆腐を、これをそうですね、まあどんな大きさでもいいんですけど5等分ぐらいでいきましょうか。そしたらこれにこのめんつゆを吸わせます。でこれつけますね。はい、つけたらすぐにもう吸ってくれます。縦でも横でもいいですけど、お肉を大きく見せるために長く高野豆腐を切ります。これで10個できますね。はい、こんな感じでこれをしませて、豚の肩です、これ肩ロースね、買ってきました。これ、はい、この豚にこれを広げて、ああごめんなさい、はい、そうだね、豚ですよな。これにこのもう旬でますからね、これをここへ置いてくるくるっと巻きますね。すぐ巻けるやんか。必ず1回高野豆腐戻しといてください。 ね戻しといて、戻した高野豆腐の水分を絞って、それからお出汁を煮つけてほしいんです。飲んでなかったらね。ちょっと油入れてね。そしたらこの巻いた下の方ね、巻いたところの口を下にして、ここへ切っていったら結んでいきますからね。ね、焦げ目をつけてひっくり返します。色がついた方がそうですよね。ここに入れてくださいね。豚ですのでね、よく火を取ってみたくなります。そしたら、お砂糖とお醤油同量でここで味付けさせていただきますね。こんな感じがいいかなと思います。色的には。ここへお砂糖と、それでもうこれであと味をなじませていただいて、高野豆腐には先ほどめんつゆをかけてますのでね、割としっかり味がついてると思うんです。ですからお肉にこの甘辛いタレをなじませていただいたら、はい、これで出来上がりました。ちょっとこう半分に切り張ってもいいしね、高野豆腐の長い方を巻いてますからね。こんな感じで、じゃあちょっと試食してください。ご飯、はい、それ玄米、今日二分付きです。二分付きを、はい、2時間ほどかけて炊きました。お出汁もそのままやったら辛いから、これは2倍にしてもらって、でそのお出汁につけて、そのままドボッと持ってきてね、巻いた方が味が染んでていいんじゃないかなと。まずは肝臓に弱まりからね、タンパク質をなんか取った方がいいとか言ってね、聞きましたから、タンパク質、動物タンパクと食物タンパクと両方これで取れるから、たくさんいいかなと。これね、2分削ったの、玄米を。だから2分付きいうのかな。今の炊飯器便利ですね。どれでも何でもできるからね。なんかメニューがあって、玄米いうところでしといたら、セットしたら2時間ぐらいかけて炊いてくれてましたわ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。